どうもドントテルミ新井です。今日は大阪府大阪市にある飛田新地に来ています。飛田新地って昔遊郭があったところです。遊郭っていわゆる大人のテーマパークっていうか大人の夜の街、こうムフフな街っていうことなんですけど、まあロマンもへったくれもなく、分かりやすく言うと女性にお金を払って性行為をさせてもらうっていう、そういう場所ですね。そういうお金を払えばいろいろさせてくれるっていう女性が働いていた場所を遊郭って言います。ここ飛田にはそんな遊郭があった名残が残っているっていうか、もう名残が残っているどころか、もうほぼ遊郭みたいな感じで今現在まで営業しているっていう、本当に生ける伝説みたいな夜の街です。なぜそんなところが大阪にあって、どういう歴史をたどってきたのか、詳しく解説していきます。飛田に遊郭ができたのって大正時代のことで、これ遊郭としてはかなり遅咲きです。遊郭って大正時代よりも300年くらい前の江戸時代からあります。このチャンネルでも前に東京の吉原遊郭の動画を出したんですけど、東京の吉原って本当に江戸時代の初期から存在している遊郭なんで、遊郭って江戸時代からあって、それで江戸の次明治時代で、その明治の後の大正時代からできた遊郭っていうことで、だから飛田ってかなり遅咲き遊郭です。っていうのも飛田ってこの辺の、こう今はこのグリコの看板とかって大阪一の繁華街になってる難波にあった遊郭が移転されてできたんですよね。実はこの辺今は全く面影がないんですけど、この辺の難波に昔から遊郭がありました。でもその難波の遊郭が明治45年、1912年ですね、今から110年くらい前に大火事になって燃えちゃうんですよね。なんか銭湯みたいなお風呂屋さんの煙突から出た火の粉が燃え移って、難波にあった遊郭全体がほとんど燃えてしまった。本当に11時間も火が消えなくて5000個が燃えたっていう超大火事です。この時代の建物って、まあ、木造の長屋でずっと家がつながってるんですよね。それでいて木造なんで、どんどん燃え移っちゃうっていう。それで難波にあった遊郭が燃えてなくなっちゃって、もともと難波の遊郭で働いていた人たちがそのまま働けるように、また新しく遊郭を建てようってなって飛田に遊郭ができたんですよね。飛田って江戸の頃からこう墓地とか処刑場とか、そういうなんか暗くて人があんまり寄りつかないような場所だったんで、結構広く土地が空いていて、こう移転先として選ばれたわけです。これ当時の大正時代の地図ですね。ここが飛田遊郭ってなってますね。後でもちょっと説明するんですけど、この四角いエリアが飛田ってなってました。それで1918年、大正7年に飛田遊郭が出来上がるんですけど、実はその頃ってもう大阪には別の老舗の遊郭がたくさんあって、結構そっちの老舗の遊郭がこうブイブイ言わせてるっていう感じだったんで、だから飛田新地って、まあ、歴史もない、だから遊郭的には新参者なわけで、なんか飛田新しくできたけど大丈夫そうっていう、そういう感じだったんですよね。実際飛田が新しくできた頃って、まあ、全然人気が出なくて、お客さんが全然来なかったんですよね。別に飛田に行く必要ないよねっていう、まあ、他の今まで通り営業しているこう老舗のお店に行けばいいよねっていう感じで、まあ、飛田あんまり人気がなかったです。じゃあ飛田がどうしたかっていうと、他の今までの遊郭とは全く違うような路線で行こうってなるんですよね。まず建物をすごく大正モダンみたいな、そういう感じにしていきます。これ後ろにあるの太吉百番っていう、昔の遊郭の建物をそのまま残して、それでそのまま今は料理屋さんになったところなんですけど、これ大正時代から建物がそのまま残っているわけで、こう建物全体の雰囲気もこう木造ですごい厳かな感じでかっこいいです。まあ、さっきも言ったように遊郭ってこう江戸時代から営業しているところばかりなんで、まあ、よく言えばこう昔ながらの風情があるけど、悪く言えば古臭いとか、そういう感じだったんですよね。だからこう新しくできた飛田は他の遊郭とは違います、こう大正時代の全く新しいモダンな遊郭ですよっていうのを前面に押し出していったんですよね。なので
こういう建物の外観だけじゃなくて中もすごい洋風にして、こうバカでかいソファーがあったりとか、あとビリヤードができたりとか、あとベッドもこう昔ながらのこう畳に敷布団とかじゃなくて西洋式のこうバカでかいダブルベッドだったりとか、それでいて中で働いている女性も着物を着て和っぽい感じじゃなくて、もう洋服を着たりして、もうかなり革新的っていうか、こう全く新しい遊郭ですよっていう感じにしたんですよね。それでいて飛び立って、まあ、今までの遊郭にはない手軽さを売りにしたんですよね。遊郭って、まあ、吉原の動画でも詳しく説明したんですけど、まあ、実はまあシステムがちょっと複雑でめんどくさい。いきなりこの女の子と夜素敵なことしたいです、はいどうぞっていう、そういう軽い感じじゃないんですよね。っていうのも遊郭で働いている女性と肉体関係になるまでって最短でも実は3日かかったんですよね。初めてお店に行きますっていう初見の人はまずは1回軽く女性に挨拶をして、1日目はそれで帰らないといけない。それで別の日にまた同じ女性と今度は宴会みたいな感じで一緒にお酒を飲んで、またそれで帰らないといけない。で3日目に来てようやく肉体関係になれるっていう、そういう流れがあります。しかもその後は1回遊んだ女性と永遠に遊び続けないといけないわけです。だから遊郭の中で今度は別の子と遊ぶって、これダメなんですよね。浮気がダメでした。だから遊郭ってそういうしきたり的なものが結構厳しくて、いろいろルールでがんじがらめになってたんですよね。まあそれも昔ながらのルールを守って風情を守るとか、そういう面があるんでしょうけど、飛び田はそこに風穴を開けていくんですよね。飛び田はだからよく言うと古い慣習に縛られない、とにかく手軽で早くて分かりやすい遊郭、悪く言うともう風情もへったくれもないっていう、そういう遊郭を目指していきます。実は今までの飛び田以外の古い遊郭で働いている女性って、こうただただ顔が可愛くてスタイルが良くてって感じじゃなくて、結構文化と教養が大切みたいな感じです。こういろんな楽器を演奏できて、こう一般教養にも詳しくて、こう誰と話しても話の話題が尽きないみたいな、そういう知的で教養のある女性が働いているっていう遊郭って、そういうところだったんですよね。ここ飛び田の近くにあるこう猫を祀った神社なんですけど、なんで飛び田の近くに猫を祀った神社があるかっていうと、遊郭で働いていた女性がこう三味線を弾くんで、その三味線を作るのに猫の皮が使われてたんですよね。今も沖縄の三線がこう蛇柄だったりしますけど、どうしてもそのこの弦があるその下のところって動物の皮で作られるんですよね。まあ、そうしないといい音が出ないんで。それで三味線の皮としてはこう猫の皮が使われることが多くて、そうなるとこう遊郭があるところの周りでは猫がすごい犠牲になるわけです。そういった猫たちを弔うための神社が飛田の近くにあるわけです。これ奥のこの石を見てもらうと猫塚って書いてあって、で石は三味線の形になってますね。まあ、そういう感じで遊郭で働いている女性ってこう楽器の稽古をして、それで一般教養も勉強してっていう感じで、飛び田でも最初の頃一時期だけそういう、こういわゆる昔ながらの遊郭みたいなことをしてたんですけど、それが全然うまくいかないんで方向転換をするわけですね。もう3日通ってとか、こうまどろっこしいことは言わない、もう予約もなしでいいです、もう初見さんもバンバンこう初日から素敵な夜を過ごせますよっていう、で働く女性の方もなんかこう楽器を習ってこう教養を身につけてとか、もうそういうのはもういい、もうそうじゃなくてもう店内の内装をこうバーンとこう洋風にして、もう女性も洋服を着て、もう知的な会話とかそういうのいいから、もう今日寒いですねとか今日いい天気ですねって、もうそれでいいじゃないですかってしたわけですね。なんだかこうすごい大阪っぽいっていうか、なんかこうサバサバしてるけど、まあ、逆にそっちの方がこう人情味があるよねっていうか、こう一元さんお断りとかっていうよりも、こう誰でも受け入れて難しい話はなしやっていう、そういう感じで営業していくんですよね。これがめちゃくちゃうまくいきます。その今までの遊郭にないモダンで近代的な建物、それでいて誰でもウェルカム、こう難しい慣習とかはなし、誰でもその日から楽しんでやのスタイル、こ
これがバッチリハマります。こうして今まで大阪にあった別の遊郭とかをもうぶっこ抜いて、結構ぶっちぎりで大阪一の遊郭になるんですよね。大阪一っていうか、もう結構日本中からお客さんが来たりして、もう本当に日本一になっていきます。働いている女性の数とかお店の数とかからして、もう日本一って言ってもいいくらい大きな遊郭になっちゃいます。じゃあそんな飛田でどんな女性が働いていたかっていうと、大正時代の頃は本当に貧乏な家から売り飛ばされた子がほとんどでした。っていうのも大正時代ってまだまだめちゃくちゃ飢饉とか起きます。気候が良くなかったとかで農作物が全然取れなくて、それでみんな食べるものがない、飢えているみたいな、そういうことになるような時代です。特に東北はそういう不作、その食べ物が足りないっていう危機になりやすくて、結構東北から飛田まで来ている子も多かったです。なんでわざわざ東北から大阪まで来るんだよって思うところですけど、そういう不作で食べ物がなくて生活が苦しいっていう地域に飛田からスカウトマンが行くんですよね。今年は東北で全然野菜が取れなかったらしいって聞きつけたら、そういう地域の家を一軒一軒訪ねて、若い娘がいたらうちで働いたらお金稼げるよ、数年も働けば大金を持って故郷に帰れるよとか、そういうことを言っていくんですよね。この時には一切体を売るような仕事ですよとは言わない、とにかく娘さんをくれたらたくさん稼がせますよって言って、それで連れて行っちゃうわけです。しかもそしたら前金として家にお金が入れられます。女性を引き取る代わりに結構な大金、今で言うと本当に何十万とか何百万、そのくらいのまとまったお金を置いていくわけです。その分飛田で女の子は稼がないといけなくなる。だから女の子は飛田に来た時点でもう借金があって、それを返していくっていう形になってます。親にお金が入ってくる代わりに子供がその分のお金を借金みたいな形で背負わされて、最低でもその分のお金は稼がないといけない。その借金の返済が終われば飛田から解放されるっていう、そういう仕組みでした。なので飛田で働いている女性はみんな自分から進んで働いていたっていうよりは、親に売られて無理やり働かされているっていう人が大半でした。もうこれは完全に人身売買だよねっていう、まあ、日本でもこんなことがあったのか、まあ、さぞかし売られた女の子には暗い未来が待っているって思うところなんですけど、実は実際そこまで悲壮感が漂う感じでもなかった。みんな女の子はすごい奴隷のように働かされていたっていうこともなかったです。親に売られたとはいえ、やっぱりその大金を稼ぐ商売人っていうか、まあ、やっぱり飛田に来た以上しっかり働いてもらわないといけないんで、飛田で働いている女性にはきちんと一人一室与えられて、ご飯も、まあ、そんなに豪華ではなかったみたいですけど、しっかり朝昼晩3食与えられてました。これって言ってみれば飢饉でもう凶作で農作物が全然取れない、明日食べるものも満足にないってなってる東北とかと比べたら、まあ、そりゃいい暮らしだし、まあ、貧しい人たちって自分の部屋が一人一室あるとかそんなことってなかったわけなんで、だから実際こう飛田に来て女性の生活の質って上がったわけなんですよね。しかもお客さんにおねだりして成功すれば、こう寿司とか天ぷらとかそういった豪華なものも食べられたってことなんで、まあ、もちろん日々の仕事はやりたくもないような厳しい仕事だったっていうのはありますけど、奴隷みたいにこき使われたっていう感じではない。しっかりと体力をつけてしっかりと働いてもらうように割とちゃんとした環境には置かれていたみたいです。それで飛田みたいな遊郭って基本的に壁で囲まれてました。東京の吉原はこう水の入ったお堀で囲まれてたんですけど、飛田は壁で囲まれてて、この後ろにあるの壁の名残ですね。こういう壁でこの遊郭全体が四角く囲まれてて、外から見えないようになってました。これも壁の名残ですね。めちゃめちゃ落書きされてますけど、こう僕身長181センチなんですけど、こう僕の身長の倍以上ある、だから4メートルから5メートルくらいでかなり高い壁ですね。やっぱりやましいことをしているっていうか、まあ、子供には見せられないよっていうか、まあ、外からこう遊郭に行くところ、遊郭で遊んでるところとかこう見られたくないですよね。だからこういう壁があったんだと思います。でも面白いのは
こう吉原は結構こうがっちりお堀で囲まれていて、本当に限られた出入り口からしか遊郭に出入りできなかったんですけど、飛田の方はこうなんか入り口が何個かしかないの不便じゃないってなって、こう所々壁がぶち抜かれて、もう結構壁が飛び飛びになって、もういろんなところから出入りできるようになっちゃってたみたいです。もうこの辺もなんというか東京と大阪の違いっていうか面白いですね。それであっちには交番がありますね。この交番も本当に飛田ができた大正時代からの名残で、まあ、遊郭の出入り口にはその見番っていう、こう入っていく人をチェックするところがありました。ここ飛田に入るための一番大きな門があったところで、まあ、飛田には基本誰でも自由に入れたんですけど、こう明らかにヤバそうなやつとかがいたらチェックするみたいな感じです。あとこうお店の中でこう女性にお客さんが乱暴したとか、そういうヤバいことをした人を突き出すためとかに、こういう見張りの警備員がいるようなところが必ずあったんですよね。その名残でこう今も飛田新地の近くに交番があるわけです。なのでこうここも大正時代とリンクするような場所なわけです。そんな大正からある飛田なんですけど、昭和になると大きな転換点を迎えます。昭和31年に売春防止法ができて、遊郭が全面的に廃止されるんですよね。もうとにかく男性がお金を払って、それで女性が体の相手をするって、そんなものは認めませんっていう法律がようやく昭和31年1956年に成立します。逆に言うと、ここまでは遊郭も完全合法で国に認められてたっていうことなんですけど、昭和になって売春は認めませんよ、お金を払って肉体関係になるって、そんなのは認められないですよって決まったわけです。じゃあどうしたかっていうと、飛田は遊郭から料亭に生まれ変わりました。ここ飛田新地料理組合っていうところなんですけど、飛田で営業しているお店はみんなここの料理組合に入ってます。だから飛田のお店はみんな料理屋さん、だから料亭なんですよね。これは本当に日本の本音と建前というか、まあ、闇といったら闇なんですけど、まあ、外向きは遊郭はなくなりました、全部料亭になりましたってしたんですけど、まあ、実際飛田って戦争でも一部しか焼けてなくて、大正時代からそのまま遊郭の建物が残っているところも多くて、だから本当に呼び名だけこう遊郭から料亭に変わったけど、やってることは遊郭のまま、まあ、建物も遊郭のままっていう感じです。今飛田新地の中なんですけど、今も飛田新地ってこういう風に2階建ての長屋ですね。で、建物が全部バーって奥までつながってます。これも大正時代の遊郭の名残で、こう大正時代の法律で遊郭用の建物はこう全部2階建て以下にすることって決まってたんですよね。だから本当に遊郭の建物を これだけそのままずらーっと残っているっていうことです。それで建物についているこう白バッグに黒字のかっこいい看板がこうお店の名前、料亭の名前ですね。こう梅屋とか小紫とか心とか、これ全部料亭の名前ですね。だからもうこういう料亭がずらーっと通り一面に並んでるっていうことですね。いや、建物そのままで料亭になったってどういうことって感じですけど、ここが本当に日本の本音と建前、日本の闇っていう感じで、システムを説明すると、お客さんが料亭に料理を食べに来る、まあ、もちろん料亭なんでこう料理を出すところなんで料理が出てくる、料理が出てくるってことはこう料理を運ぶ人が必要ですよね。まあ、どこのお店にもこう料理を運ぶ人いると思います。じゃあその料理を運んでくるお姉さんがたまたますごく綺麗で、たまたまお客さんと気があって、たまたまそこにベッドもあったら、そこで男女の関係、体の関係になってしまうこともあるよね、それは何の法律にも違反してないよねっていう、そういう建前があるわけです。なのでこれ見てほしいんですけど、ホステスさん募集とかお運びさん募集って書いてあります。だからお客さんの接待をする人とか、
料理を運ぶ人を募集してますっていう建前なわけです。でも料亭に入る前にこの女の子が料理を運んでくれますっていう顔見せみたいなのをこうお店の軒先でしてるんですよね。それでお客さんは好みの女の子がいるお店に行って、それでかなり高いお金、もう本当に1万円とか2万円とかって払うんですよ。それで料亭で出てくる料理って本当によそで買ってきたこうパリンコとかハッピーターンとかのお菓子とかなんですよね。それで必ず料亭になぜかベッドがあって、もうほぼ 100% お客さんと料理運びの娘がこう肉体関係を持って帰ってくるっていう、もうそれはもうそういうお店だよねっていう。それでお客さんが払ったお金ってこう料理を運んだ女性とお店の取り分が半々とかなんで、もうそれって事実上女性にお金を払ってそれで肉体関係を持ってるよねっていう、そういう場所になってます。でもあくまでこういう建前のシステムができていると法律的にはこう突っ込みようがない、まあ、料亭は OK、 自由恋愛は OK っていう国、日本ではこのシステムは取り締まれないよねっていう、そういうことになってます。まあ、なんかなんとも煮え切らない感じはしますけど、まあ、この国ではそういうシステムになってるっていう、それがまかり通ってるっていうことです。なんだかそういうふうに法律をかいくぐってるっていうのがもう日本の闇っていう感じがしますけど、さらに深い闇が富田にはあって、富田で働いてるとこう亡くなってしまう女性も多いんですよね。これそういう富田で働いていて亡くなってしまった女性を弔う慰霊碑です。一応富田って言ってみればここで働いてくれている女性のおかげで盛り上がった場所っていうか、たくさん人が訪れてこう人でにぎわってってなったのは本当に富田で働いてくれている女性のおかげなわけなんで、まあ、たとえどんな事情があったとしてもこう地域に貢献してくれてありがとうっていう思いで、こういう富田で亡くなってしまった女性のための慰霊碑が建てられたわけです。じゃあなんで富田で働いていて亡くなってしまうのかっていうと、大正時代だとやっぱりどうしてもこう多くの男性を相手していると、どうしてもやっぱり性病が蔓延しちゃうんですよね。性病を治すのってペニシリンとかの抗菌薬になってくるんですけど、そういう抗菌薬とかができたのって昭和19年とかそのくらいのことなんで、まあ大正時代に性病になったら本当に治らない、最悪の場合そのまま亡くなってしまうって方も大勢いたわけです。あと昭和になってもまあ忙しかったりとか、もう何人も何人も男性を相手してるとやっぱり精神的にかなりきつかったりして、それで覚醒剤ですね、覚醒剤に手を出してしまってっていう女性も少なくなかったみたいです。そうやって覚醒剤とかが出てくるとやっぱりヤクザだったりとかが関わってきて、そういう富田とヤクザ、それから富田と橋本弁護士ですね、橋本元大阪市長もすごい深く絡んでて、橋本さんこの富田料亭組合の顧問弁護士をやってたりするんですよね。その辺の関係はメンバーシップ限定動画で話したいと思います。気になる方はメンバーになるボタンを押してみてください。なんか iPhone からだとそのボタンが出ないみたいなんで、 iPhone を使いでメンバーになりたいっていう方は僕の Twitter か Instagram に DM してきてください。そうしたら入り方をお教えするので、他にも行って解説してほしい場所がある方はコメントで教えてください。コメントが多かったものは動画にします。最後にこの動画が良かったと思った方は高評価ボタンを押してくださいね。ではまた。